I'm Jason Palmer, one of the hosts of The Intelligence, The Economist's daily current affairs podcast. The Economist's award-winning shows make sense of what matters. From our special series on China's president to our weekly podcasts on business, technology, and American politics, our journalists provide fair, in-depth reporting on the events shaping the world. Search for Economist Podcasts+ Plus and sign up to our free 1-month trial. <laughs> この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします江戸川乱歩作日記帳その2でも それにしてはこの幸恵さんからの最後のはがきの文面はたとえ拒絶の意味を含ませたものとしてもあまりに変です。なぜってそこにはもうその自分から弟は病の床についていたのです。病気見舞いの文句が美しい首席で書かれているだけなのですから。そして、 またこんなに克明に発信受信を記していた弟が八通のハガキのかに封書を送ったものとすればそれを記していないはずはありませんではこの失望云々の文句は一体何を意味するものでしょうかそんなふうにいろいろ考えてみますと そこには、どうも、辻褄の合わぬところが、表面に現れている事実だけでは解釈のできない秘密があるように思われます。これは、亡き弟が残していった一つの謎として、そっとそのままにしておくべき事柄だったかもしれません。しかし、何の因果か、私には、 少しでも疑わしい事実にぶつかるとまるで探偵が犯罪の後を調べ回るようにあくまでその真相を突き止めないではいられない性質がありましたしかもこの場合はその謎が本人によっては永久に解かれる機会がないという事実があったばかりではなくそのことの実費は 私自身の身の上にもある大きな関係を持っていたものですから持ち前の探偵癖が一層の力強さを持って私を捉えたのです私はもう弟の死を悼むことなど忘れてしまったかのようにその謎を解くのに夢中になりました日記も 繰り返し読んでみましたその他の弟の書き物謎も残らず探し出して調べましたしかしそこには恋の記録らしいものは何一つ発見することができないのです考えてみれば弟は非常なはにかみ屋だった上に この上もなく用心深いたちでしたからいくら探したとてそういうものが残っているはずもないのでしたでも私は世の老けるのも忘れてこのどう考えても解けそうにない謎を解くことに没頭していました長い時間でした やがて、種々さまざまな無駄な骨折りの末、ふと私は弟のハガキを出した日付に不信を抱きました。日記の記録によれば、それは次のような順序なのです。3月9日12日。 十五日。二十二日。四月五日。二十五日。五月十五日。二十一日。この日付は。恋するものの心理に反してはいないでしょうか。たとえ恋文でなくても。恋する人への文通が。 あとになるほどうとましくなっているのはどうやら変ではありますまいかこれを雪江さんからのハガキの日付と対照して見てみますとなおさらその変なことが目立ちます3月10日13日17日23日4月6日 『14日』『18日』『26日』『5月3日』『17日』『25日』これを見ると幸恵さんは弟のハガキに対してそれらはみな何の意味もない文面ではありましたけれどそれぞれ返事を出しているほかに4月の『14日』 18日日月の3日と少なくともこの3回だけは彼女の方から積極的に文通しているのですがもし弟が彼女を恋していたとすればなぜこの3回の文通に対して答えることを怠っていたのでしょうそれはあの日記帳の文句と 考え合わせてあまりに不自然でではないでしょうか日記によれば当時弟は旅行をしていたのでもなければあるいはまた筆も取れぬほどの病気をやっていたわけでもないのですそれからもう一つは幸恵さんの無意味な文面だとはいえこの頻繁な文通は 相手が若い男であるだけにおかしく考えれば考えられぬこともありません。それが双方とも言い合わせたように5月25日以降はふっつりと文通しなくなっているのは一体どうしたわけなのでしょうそう考えて弟のはがきを出した日付を見ますとそこに。 何か意味がありそうに思われますもしや彼は暗号の恋文を書いたのではないでしょうかそしてこのはがきの日付がその暗号文を形作っているのではありますまいかこれは弟の秘密を好む性格だったことから押してまんざらありえないことではないのです。 そこで私は日付の数字がいろはかあいうえおか ABC かいずれかの文字の順序を示すものではないかといちいち試みてみましたこうか不幸か私は暗号解読についていくらか経験があったのですするとどうでしょう 3月の9日はアルファベットの9番目の I。同じく12日は12番目の L。そういうふうに当てはめていきますと、この8つの日付は、なんと I love you と解くことができるではありませんか。 ああなんという子供らしい同時に世にも辛抱強い恋文だったのでしょう彼はこの私はあなたを愛するというたった一言を伝えるためにたっぷり3ヶ月の日誌を費やしたのです本当に嘘のような話ですでも弟の異様な性癖を熟知していた私には これが偶然の不幸だなどとはどうにも考えられないのでした。かように推察すれば一切が明白になります。失望という意味もわかります。彼が最後の優の字にあたるハガキを出したのに対してゆきさんは相変わらず無意味な絵はがきを報いたのです。 しかもそれはちょうど弟が医者からあの忌まわしい病を宣告された自分なのでしたかわいそうな彼はこの二重の痛手にもはや再び恋文を書く気になれなかったのでしょうそして誰にも打ち明けなかった当の恋人にさえ打ち明けはしたけれど そののの意志通じななかっったた切いいいい思いを抱いて死んでいったのです私は言い知れぬ暗い気持ちに襲われてじっとそこに座ったまま立ち上がろうともしませんでしたそして前にあった幸江さんからの絵はがきを弟が手文庫の底深く秘めていたそれらの絵はがきを 何のゆえともなくぼんやり見つめていましたねえねえ太宰って知ってるダザイあ。 修のこと <laughs> そのザイじゃなくて分かったじゃあ太宰府天ン宮のことそのザイでもなくてえー、それ以外にザイなんて聞いたことないしも <laughs> うん、福岡市元芸人で一番の注目株のザイだよ美女も最高ネタも面白い気になるザイの「危ないスナイ i g h t 聞かないと損ごはんお父さん